ちは。こんにちは。さあ今日は6月の月間ベストナインの発表です。はい、頭悩むな。見ましたか。まあ6月というとやっぱり交流戦の成績が入ってくるというところで、まあセパともに豊さんのベストナイン、そして最後に MVP 一人読み上げていただきたいと思うんですけれども、まずはセリーグからいきましょう。セリーグのまずピッチャーです。大瀬良。大瀬良投手、まあ、本当に安定しているというかさ、はい、なんかノーヒットノーランやった時でも、はい、本当に冷静だったしね、うん、でその後もう非常にピシャッと抑えるという、まあ、防御率が 0.00 と、そうですね、まあ、6月は1点も失点してないというね、はい、まあ、大瀬良でいいんじゃないかなっていうふうには思います。お、はい、まあね、先月はね、豊さん才木投手を挙げたんですけれども、まあそうだね、あ、先々月は6月は大瀬良投手カープです、はい、さあキャッチャーです。キャッチャーは、うん、まあ、相澤とかね、うん、いろいろ悩んだ山本選手もね、それはもちろん山本が一番有力かなと思ったけども、はい、まあ、だけどチームの事情だとか、うん、いろんなことで松本、ヤクルトのキャッチャー、はい、やっぱりね、チャンスをもらってバッティングはいいな、いいなと思ってたら、うん、やっぱりちゃんとしっかり打ってくれるね。そうですね、あの12試合に先月マスクかぶって3割8分9厘でした、はい、そうだね、もう出なしたと思います。いや、だからちょっと試合数とすれば少ないかもわからないけども、うん、やっぱ存在感を示してくれたというね。ヤクルトのキャッチャー陣がいなくなった中で活躍しましたもんね。はい、続いてファーストです。オースティン。はい、オースティン選手、ね、オースティン、まあ、あの10試合連続ヒットとか、はい、まだ継続中かな、なんか分かんないけど、あの結構連続でずっと安定して貢献してるというね、はい、バッティングはね、うん、はい、だから、まあ、オースティンでいいかなっていう。そうですね、6月20試合に出たので、うん、他がなんかなかなかな、ファースト、ヤクルト、まあ、オスナとか、まあ、オスナもね、うん、あれだけどやっぱオースティンの方がやっぱいいよね。はい、3割4分6厘という素晴らしい成績を収めました、はい、セカンドです。マキだな。あ、まあそうですね、うん、やっぱこう2打席連続ホームランとかさ、はい、まあ存在感あるよね、やっぱね、うん、まあ守備がねちょっと俺から言わせたら物足りないけども、確かに、まあだけど、まあ、打つ方はね、うん、まあ、しっかり貢献してくれるというね。あの交流戦前はちょっとね2軍というか故障、まあ、そうだでいなかったんですけれども、はい、戻ってきて絶好調でした。まあそうだな、よく打ってくれたな、はいはい、サードです。サード、はい、福永。ん、どうしました福永。なんでちっちゃく、なんでちっちゃく言う。いや、いいかなみたいな。いや、いいですよ、福永選手で。いや、やっぱね、一生懸命やってんな、うん、パンチ力もあるし、はい、ね、ツーアウトからつないで本当にもうしぶとくね、はい、まあ、やってくれてるし、うん、いや、だからいいかなというね。そうですよね、まあもうそうそうたるメンバーいるじゃない。あ、まあ、村上がいて、岡本がいてみたいな、うん、まあ、その中で福永を選んだのはやっぱこう執念だな。執念、うん、を取りました。まあね、今年はね、サトデルも帰ってきてレジはいいんだけどさ、守備もよくいいですからね。まあ、いや、だから貢献してくれたのは福永が、まあ、一番かなみたいな。確かに、まあこの時しかないぞみたいな。そうですよね、はい、今年レフトもやったりとかもありましたけどね。まあ、まあそうだな、はい、サードで今頑張ってます、はいはい、ショートです。ショートは矢野。はい、これはこれはね、率が低いんだけど、うん、やっぱ守備での貢献度が高いわ。めちゃめちゃ高いですね。躍動感がやっぱ半端なくある。あの幾度となく抜けそうなところを取ってアウトっていう、まあ そ, ううん、まあ、それと塁に出た二刀三刀とかね、はい、隙を見つけちゃ相手の嫌なことしてくるというね。そうでしたね。だからまあ矢野にしました。はい、レフト、ガイア、はい、レフトです。サンタナ、これはポジション別にやるからね。はい、お、まとめないと。ガイア、ガイア3人じゃなくて、はい、もうレフト、はい、サンタナ。いや、もうそうですよ ね、もうそれしかいない。それしかいない、はい、サンタナは、2割8分8厘の、うん、打点が13、貢献しましたね、はいはい、さあセンター。センターです。ヘルナンデス、巨人の。迷ったよ、カリステと。センター結構いるんだよ。いますよね、他も、まあ、秋山もいるし、はい、で桑原とかもいるし、桑原選手もいる、はい、カリステいるし、カリステいるし、うん、カリステとヘルナンデスは最終的に悩んだ。はい、カリステってやっぱり打つとね、うん、ロースコアのゲームが中日多いだけに、はい、勝利打点っていうか、うん、貢献度は高いんだよね、はい、9打点の中で、
ほとんど勝利打線じゃないかなっていうぐらいあれなんだけど、やっぱヘルナンデス、はい、もう良かったからな。そうです、6月3割5分2厘、はい、もう22試合なのでほぼ毎日出てたような形ですよ ね、まあ、ね毎試合、はい、だからまあヘルナンデス、はいはい、さあライトです。ライトは丸、はい、丸選手、ね、はいはい、丸選手は月間打率が3割5分2厘、はい、10打点というところ、まあ、1番で引っ張ったし、まあ、サヨナラホームランで、ね、試合を決めた時もあったし、うん、はい、まあ、貢献度はすごく高かったなって思うよね。そうですね、はい、さあセ・リーグのベスト9が出揃いました、はい、続いてパ・リーグいきましょう。ピッチャー、ピッチャー藤井、あ、藤井投手防御率が、ね、0点台なんだよね、はい、目立たないんだけどやっぱねコントロールがいい、うん、で日本ハムの加藤に結構似てる、はい、それよりはキレがあってボールにちょっと力があってみたいな、はい、なおかつもう余計なことしない、フォアボールとか、うん、だからもうザ安定という、いろいろいるんだよ、モイネロとか。そうですよ、ものすごい力強い、うん、でも交流戦でやっぱ勝った、優勝した、はい、それを考えるとやっぱ藤井にした。わかりました。じゃあピッチャーは楽天から藤井投手です、はい、キャッチャーです、キャッチャー佐藤俊也、うん、ロッテの、はい、タミヤも良かったんだけどね、印象的にはタミヤよりも佐藤の方が貢献してた印象がある、うん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 、やっぱ要所要所でバッティングで光ってたよ。そうですね、そうそうそう、プラスタミヤ選手はねキャッチャーじゃなくて DH っていうで出てたりとかもしたからね、まあもちろん佐藤もね、はい、ファーストやってた時もあったし、うんうん、だけどその目立ったという意味ではタミヤよりちょっと目立ったかな。うーん、まあ、タミヤもしっかり見てたけどね、はい、うん、私はなんか豊さんのことだからタミヤ選手を選ぶのかなって思ってました。多分7月はタミヤだと思う。わかりました。そうそう、7月は、はい、続いてファーストです。ファーストは鈴木大地、はい、ね、優勝した時の4番、はい、ね、交流戦で、うん、やっぱこう鈴木大地が支えたと思うな。そうですね、苦しい時をね、うん、で勝負が、まあ、1点これどうなるかなと思った時に、はい、終盤でツーラン打ってくれたりだとか、うん、あ、これで勝ったっていう打点をよく上げてくれてたような気はする、うん、そうですね、6月月間打率3割1分7厘、はいはい、素晴らしい活躍でした、まあ、そうだね、はいはい、セカンド行きましょう。セカンドはもう慶応の広瀬、あ、ソフトバンクの、あ、ソフトバンクだっけ、はい、あ、慶応じゃなかったっけ。慶応大学の、まあ、慶応フェイスですよ、あ、幼児社からのね、はい、もうエリート、はい、エリート広瀬いいね、はい、はい、セカンドで、もうセカンドで選出と、うん、そうですね、まあ、三森選手がねすぐにまたいなくなってしまった、まあ、そうだなというところでできましたけど、はい、まあ、でもよく頑張ってるな。最初どうなるかと思ったけど、はい、やっぱ我慢して国母監督が使ってたら形になったな。そうですね、6月22試合に出場しまして3割1分9厘、そうだね、よく頑張ったね、頑張りましたね、はい、はい、セカンドサードです、はい、慶応、お、ここもですか、軍事、はい、日本ハム、中日から日本ハム、そうそうそう、はい、まあ郡司は本当にね頑張ったと思うよな、はい、勝負どころでやっぱり結構打ってくれたしね、うん、ホームランっていうのは少なかったけども、はい、その少ないホームランは価値のあるものになったし、したね、いやだから非常に頑張、まあ、サードというポジションで、ね、非常にこうプレッシャーもかかるポジションを守りながらよく打ったと思うよ。そうですよね、うん、月間打率6月3割1分というところで、そうだね、最初の出だしは自分どこでも守れます、サードもいけますから始まったんですもんね、うん、そうそうそう、でもよく守りきったし、いや、まあ、そういう不慣れなところでよく打ったよね、ですね、はい、さあ続いてショートです、今宮、お、今宮選手ベテランから入りました。今宮ベテランなのかな、あ、もうベテランじゃないかなって、まあ、な、はい、思ったんですけれども、まあだけど彼が2番に入るとやっぱ何か仕事してくれるというかさ、うん、やっぱよくつないでくれるというかね、はい、で勝負強いしさ、だから非常に守備での貢献もあるし、はい、バランスが取れてたなっていうふうには思うね。21試合に出場して2割8分6厘、はい、オリックスはね紅林選手などもいましたけど、まあ、そうだな、はい、だからまあそこら辺なら争いにはなるけど、うん、6月は今宮だったかなって思う。あとはねちょっと離脱しましたけれども水野選手なんかも、ね、そうだな、いたんですけど、ちょっともったいなかったな離脱はな。そうですね、はい、さあ外野行きましょう。まずはレフトです、はい、レフトはもうコンちゃんだよ。もうここは鉄板ですね。
コンちゃんよく打つな。だいたいいろんな動画でも言ってるけど、6月に山川が1本もホームラン打ってない、はい、そのことを消してくれてるんだよ。そうなんですよ近藤がね、はい、そんなこと感じさせないんだから。だって驚異的ですよ、打点23、まあ、そうだ4割1分3厘すごいでしょ。4番ですよね。ホームラン何本打ってる。6本打ってるんだろ。7本です。7本すごいね。が飛ばない飛ばないと言いながらな、が5番ですからね。そうだな。いやすごいですね。すごい、もう文句なしですね。文句なし。ここは、はい、さあセンターです。センター高部。あ、ロッテからなんですね。ロッテがやっぱこう変わってくるっていうのは、はい、高部の存在ってのは大きいな、やっぱりな、うんうんうん、足も使えるし、やっぱバッティングがシャープだしさ、はい、だからそういう意味では高部の存在っていうのはすごく大きいなと思うよね。そうですよね、はい、途中からね帰ってきてからあのロッテの11連勝だったりとか。そうだな、それから始まったからね、はい、からいきなり3番に据えて、はい、大丈夫かなと思ったけど、うん、やっぱししっかりこなしてくれたね。そうですね、6月も安定した感じでしたもんね、はい、さあライトです。ライトは岡、万波選手ではなくロッテの岡選手。いやーそれは岡が、うん、6月は8試合連続ツーベースいった、はい、記録、新記録ね、はい、日本記録も打ち立てたし、すごい、まあ、彼がやっぱ1番に入ってロッテの打線の中でね、はい、まあ、4番に入った時もあったけど、うん、その時はあんまり機能しない、でも1番に入った時にやっぱ牽引するとしたらさ、すごく1番に入った時は積極的に打ちに行くんだ、はい、もう初球の岡と言ってもいいぐらいの感じで振りにかかってさ、はい、それを見事にヒットしたりだとかツーベースにして、それでこう牽引していったということを考えると、うん、まあ、貢献度は高いなと思うよ。そうか、ということでロッテ岡選手、まあ、そうだね、はい、まあ、万波選手とも迷ったりっていうのは。いやそれはあるよ、うん、それは迷うよ、うん、まあ万ちゃんもその派手な活躍はそんなになかったけども、うん、安定した力を出してくれたからね。そうなんですよね、うん、ただそこあと守備の貢献とかもね、そうなんです、万ちゃんはあるからね。そうなんですよね、うん、ただここはじゃあセンターライトとロッテコンビが、まあまあそうだね、うん、じゃあパリーグなので DH です。 DH はポランコ、ロッテが並びましたね。そうポランコが、まあ、2打席連続のホームラン、はい、4対1かなんかで勝った試合、まあ、ツーランツーラン打ったりとかありましたね、はい、あだから、まあ、やっと長打がねここに来て、まあ、続いて出るようになったとか、はい、まあ、そういうこともあるし、やっぱポランコのその打点っていうのは、はい、すごく勝利に大きく貢献したと思うんだよね、うん、まあ、それとか引き分けになる試合も、はい、ポランコが出てきてヒットを打って、うん、延長になって引き分けたとか、はい、だから負けない試合も作れたし、うん、だからそういう意味ではそのポランコ の, その貢献度は高かったなっていう、はい、うん、感じですか ね,、まあ、ね、はい、外とかもあそうですよ、いいんだけどね、うん、でもファーストは持ってたりだとか、はい、まあ、するし、まあ、鈴木大地がいて、うん、やっぱり優勝してるし交流戦にね、はい、だから外っていう戦もどっちかではあったんだけども、うん、こう考えるとロッテの選手はよく頑張ったなっていうふうには思うんですね。そうですよね、はい、で現在、まあ、2位にいるっていうところもそうですよ ね,、まあ、ね、はい、さあセパともに豊さんの6月のベストナインが出揃いました、はい、それでは6月の豊かず MVP を発表していただきたいと思います。豊かさん MVP は誰でしょう。まあ両リーグの中から1人だけね、はい、ちなみに先月は覚えてますか。知らない。交流戦の MVP で水谷選手を選びました、はい、では6月の MVP は誰ですか。6月はコンちゃんだな。コンちゃんおめでとうございます。やっぱねコンちゃんのバッティングっていうのはやっぱなんていうの、ソフトバンクがちょっと打てなくなっても打てなくなったっていう感じさせないんだよ、はい、そしたら周りの選手をすごく助けてんだよね、うん、表に出てこないようにみんなをこうかばえるようなバッティングをしてくれるんだよ。これはね、本当にね、助かるんだよね。特に山川選手は、ね、助かったと思うよ、ね、こんちゃんに感謝してると思うよ。そうですよね、うん、それとやっぱバッティングが違うな、うん、本当、惚れ惚れするね。それは年々そうなんですか。円熟味が増してきたというかさ、うん、まだまだ成長するだろうなって思わせながらのバッティングだけどね。そうですよね、あの3番の柳田選手が離脱して4番山川選手がなかなか打てない、それすべてカバーしてますからね。そうだな、うん、もちろんね栗原選手もいますけれども、だからまあ
ね、ここで打ってほしいっていうところで打ってくれるしね、はい、だから、まあ、コンちゃんでいいのかなっていうふうには思うけどね、はいはい、さあ6月の、ね、ベストナイン、そして MVP が出揃いましたけれども、はい、また7月一体どんな選手たちが名を連ねるのか、 MVP は誰なのかも皆さん楽しみに待っていていただければなと思います。はい。